そう考えたらフォートナイトって本当に民度がいいなと思うの。サーバーにアリケンさんが遊びに行ってたの見せてくれたの、ゴリラで。これめっちゃ面白くてさ、1キロ2000円あげます。やりすぎだよ。本当だったとしてもさすがにやりすぎ。明日はゼロキロで終わるから。そんなこと言ってるんでしょ。大正解。あ、どこ入れたらいいのかな。これはハテナを買い欲しいに行くか。やばい、初見すぎて。いや違うな、全然。え、絶対ボット、絶対ボット。やっぱ最初にボット。やったー。あ、走ってくれちゃった。やばい、そんなに回らないで、そんなに回らないで。そんなに興奮しないで。やだー。最近はね、結構いろんなゲームをねやることができて、なんか昔はフォートナイトしかやっちゃダメみたいな感じだったんだけど、自分的に。でも最近ちょっと心の余裕ができてというか、やっぱさすがにゲーム実況者っていうなんか一応枠組みじゃん。だからいろんなゲームをやんなければならないと思って、昔はっていうか APEX、 COD と APEX から来たんだけど、 APEX にちょっと帰ってみたりとか、もともと FPS、CSGO っていうね、バロラントみたいな、まあ、古いゲームが好きだったんだけど、だからバロラントをちょっとみんなにねと一緒にやってもらったりとかしてて、すごい思うんだけど、バロラントさ、いやバロラントの悪口を言うわけじゃないんだよ、まあ、比較してもう対価みたいな。なんかさ、私バロラントの前も話したけど、前バロラントのソロランクに行ったの。私多分100発100中でさ、暴言に遭うの。私が暴言言われてるわけじゃないんだよ。だからみんなに教えてもらってるから、私は多分やることをやれてんのかなって思うの。死ぬほどもう全世界に恨みを持ってるような味方しか来なくて、そう考えたらフォートナイトって本当に民度がいいなと思うの。そう思うの？どう？私、フォートナイトの民度めっちゃいいと思うんだけど。だからフォートナイトは民度がとか言うじゃん。え？平和だよね。めっちゃいいと思って。だからね、なんか、まだ入ってない。だからさ、フォートナイトが愛おしくなっちゃって。バロラントはね、二度とソロランやらないと思ったんだけど、なんか、香港サーバー、アジアサーバー、ジャパンサーバーじゃなくて、アジアサーバーとかじゃなくて、香港サーバーにアリケンさんが遊びに行ってたのを見せてくれたの、ゴライブで。これめっちゃ面白くてさ、私もね、なんか、ザンギと一緒に行ってみたの。もう楽しくて仕方なくて、香港サーバーって。え、全員優しい。多分、あの人たちストレス多分あんまないんだよ。嫌な気持ちになってまで、やる必要はないじゃない、ゲームって別に。なんでやってんのって感じだから。ね、ソロランク行ってみたらね、死ぬほど強い人がいて、まあ、多分すま、あ、すま。かなみたいな、あ、なんかちょっとサバンカなのかなみたいな、なんか人が言ったんだけど、めちゃめちゃに優しくてさ、まあ、香港しか勝たんって思っちゃってっていう私のバロラント人生。あ、楽しい。なんだこれ、ボットなのかな。どうやって降りんだろう、これ。こうやって降りていくのか。そう、ツイッターは怖いとき。でもさ、ツイッターで怖くても別にさ、ゲームはフォートナイトを楽しめるってわけだから、別にツイッターがあれよってようがなんかいいよ、別に。もうみんな可愛いから、どうせ喋ったら。いいいいいい、まあ、ほんと資材落とさないってなんか不思議な感じだね。わーい、なんか金向きすごい落ちるイメージあるんだけど、私だけかい。スイッチ勢だからバロできない。それは仕方ないね、本当に仕方ない問題だね。余ってバイトして、バイトできるようになったらバイトして PC を頑張って買うしかない。頑張れ。私もだって PC ゲーム始めたのなんて大人、いやまあ一応18歳っていう手だけど、大人になってしっかりとした PC 買ったから。だってアリケンさんも入ってからだもん、私。なんかしっかり PC、 あ、じゃあ PC 買おうかみたいな、しっかりしてた。え、なに、なんかお墓めっちゃあんだよね。なんか事故でもあったの、前シーズン。ここで事故ありがちだった。みんなは最近何をしてるの？何が楽しい？みんな人生で。お尻を押すのが生きがい。なんと活動者に嬉しい。そういう人がね、一人でもいてくれたらね、嬉しいからね、本当に幸せな気持ちになる。プロジェクト世界っていうなんか音ゲーなんですけど、ユノピサバオフ会とか言ってるさ、ユノスケ P の曲がプロ世界に入るっていう、昨日秒で1万いいね言ってたね。そう、ユノピの曲がね、追加されるんですよ。なのでね、皆さんね、ぜひ遊んでください。人の告知をする。
まあ、友達のは嬉しいでしょ、そりゃ。ハリケーンそばはめっちゃ昔からあるんじゃない。ハリケーンそばみたいな感じで活動してなかったけど、ハリケーンさんのサーバーだから、ね、ただのって言い方すごいけど、ハリケーンさんのサーバーっていうだけで、仲良しが集まってるだけみたいな。ねえ、それはさ、ちょっとどこにもいないで、あ、間違った。いらないんだ。なんでも一生追ってくんの？何？撃ってくるのに逃げるの？フルチェストだった。何かな？うわぁ、これかって、これをこう持って、ピョインってなかった？え、どういうこと？どういうこと？何が起きてんの？この家で。びっくりしたー。うわ、これはいるか。これを持って何が強いんだろう。びっくりした。え、ボットもそんなことできんの、今の時代は。よしよしよし、だまあ痛すぎ。塾行ってらっしゃい。うわ、みんな偉いな、やることちゃんとやって。私はやることちゃんとやってんのかな。洗濯機回すの忘れてた。もう洗剤まで入れてんのに。強い。無限回復部屋始まってる。うわ、あー、一緒に乗りたいなーそれ。あー、最後まで一緒に連れてこないかな。わ、無理捨ててる。ありがとう。あの、これでいいです。これが望み。あ、いいです。もう、その、攻撃しません。あ、すいません。あ、やばい。ガソリンがなくなってく。やばい。あ、ありがとうございます。あ、で、全然手伝うんで、あの、壊したい。あ、全然手伝います。あ、これ、チーミングになるんですか、私たちって。大丈夫ですか、これ。知らなかった、人が乗ってるのを知らなかった、こういうものだったっていうことにしとこう。それなら OK でしょ。悪気はなかったら全部いいって誰か言ってたし。いや、壊れそう、本当に。これ降りた瞬間さ、戦闘みたいになんない？大丈夫。え、やばい、戦車来てる。え、この HP の戦車、あー、負けちゃいそうだけど。あー、やっぱ壊したいね。私もこれ昨日一人でやってた、夜中この遊び。いや、本当にやばい。88、あと、うわー、もうなくなっちゃった。すいません、 ありがとうございました。あはは、お邪魔しました。あはは、もうなんか誰かいるんだけど。帰ろう。知らなかった。あの中に人が乗ってるなんて知らなかった。チーミングだ。うわ、ありがとう、乗せてくれて。お、なんか、おう、やーばー、やめてー。団地内に入って、探査機カラスとか引けんのか、引けない。団地内に入って、こそこそしとこう。こっからは PUBG ってことでしょ？知ってる。はぁー！ PUBG してる人がいた。何このシーズン。この人完全に PUBG してるもん。勝てない。